皆さん、こんにちは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、疫病が飛んできた時の3つのサインということでお話ししたいと思います。この番組を見ていただくとですね、自分に来ている疫病というのがどういう感じで僕たちは感じているのかっていうことを理解してですね、まあそういうものが来ている時どういうふうに対処したらいいのかっていうことなんかもお話しするので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。さあ、まあこのね、疫病っていうものはどういうものかっていうと、生きてる人の思いが飛んでくるということなんです。でもやっぱりその人の思いがすごく強かったり、なんかこいつとかと思うようなネガティブな思いだったりすると、それがそのまま飛んできて、受けた人は結構大変だったりするっていうことがあるんですね。まあ、この疫病っていう、いわゆるその生きてる人の思いとかがエネルギーとして飛んでくるっていうことなんですけども、それにはまあ、いいものも悪いものもあるわけなんです。ね、例えばどういうものが悪いものかっていうと、まあ、恋愛とかしてね、誰かを傷つけてしまいました。そうすると相手の人はもうこいつお前なんかもう不幸せになってやれって思ったりすることってありますよね。そういう思いがわーっと生き量としてその人の周りにまとわりついて、なんかこうその後恋愛の邪魔をするとかいうようなことが起こったりするものなんです。はい。ですから、まあ本当にね、生き量っていうのは、まあ生きてる人のエネルギーっていうのはね、すごく結構怖かったりするんですよね。で、まあ、それはまあ結構悪い感じの疫病なんですけども、まあ、いいものもあるわ。今、いいというかですね、そんなに悪くないっていうものもありまして、それはどういうものかっていうと、例えば、こう、好きな人がね、今何してんだろうとか、どこで何してんだろう、今お風呂入ってんのかなとかと思ったりして、こう、考えるじゃないですか。そういう思いもばーっとエネルギーとして飛んだりするわけなんですね。で、やっぱりその相手の人に飛んだりするわけなんでしょう。あとはね、なんか、よくは、僕はあるんですけども、こう、道を歩いてるとね、なんか向こうからこうおじさんがわーっと来ました。でパッと避けようと思ってこっちにいたらおじさんもたまたまそっちに移動して、あーって言ってこっちに移動したおじちゃんみたい。そしたらなんか向こうはイライラしてたのか、なんかチッとか言いながら邪魔なんだよとかちょっと言ったりして、こうバーって通り過ぎる人とかいるでしょ。ああいう時もね、実はね、そのエネルギーがやっぱ僕に飛んでくるのね。で、まあそれは大した疫病ではないんですけども、やっぱりそういう思い、その人のこうネガティブな気持ちがすごく強くてバーンって大きく爆発したりすると結構飛んできたりする、うわって僕は感じたりするけどね、まあ、嫌な感じも投げられたなっていう時があるわけなんです。まあこういうようにですね、疫病っていうのはいろんな形でいろんなものが飛んできてるわけなんですけども、その疫病が、あ、今飛んできたな、飛んできてるかもってわかるサインっていうのがあるんですね。今日はそのサインを3つご紹介したいと思います。まず1つ目。一つ目はですね、体が痛くなるっていうことです。まあこれはね、こう感じやすい人は特にそうなんですけども、なんかこう自分の体の中のどこかが痛くなったりするんですよね。で、だからこう、あ、なんかこう分かる人にとっては、なんか、あ、今ちょっとなんかあるのかなって分かるわけなんです。で、まあその体が痛くなるっていうのも、いろんな場所がその人によって違います。例えば肩が重くなって痛くなるとか、頭が痛くなるとかね、なんか人によってはこう右手が痛くなるとかってそういうこともあるでしょうしね。はい。ですから、まあ、そういう、なんかこう、あ、これもしかしてと思う、なんか、どこも、そういうものって、僕もそうなんですけども、こう、怖いのでね、やっぱり調べてもらうじゃないですか、病院に行って。でもね、どこも悪くないんですよ。でもそこが絶対痛くなるのね。っていうような時っていうのは、かなり高い確率で、その、疫病とかを感じてる時があるわけです。だからそこに痛みを感じたら、今度は怖がったりする必要はないのでね。あ、今来てるなっていうことで、そのエネルギーをこう流したりする、まあ浄化を自分なりにやってみたりするっていうことが大切なわけなんですね。まあそういうのを僕はわかんないよ、私はわかんないよっていう人も多いでしょうけども、ちょっとこう自分で意識を向けたりすると、あ、これかなっていうのが実はわかったりするわけなんですね。はい、ぜひやってみていただきたいなと思います。そして二つ目はですね、家に飼ってるペット、まあ犬とか猫ですよね。こういうものがですね、壁を見てたり吠えたりしているときっていうのは、疫病が飛んできてるっていう、もう確率めちゃくちゃ高いです。よくありますよね。なんか知らないけど、部屋の隅に向かってじーっと見てたり、または、いつも静かな、うちなんか犬がいますけども、犬がね、なんか吠え始めたりってするんですよ。で、バーって見たら、そこにこう、その、あの、
思いを飛ばしてきてる人のなんか顔が見えたりするわけなんですけどもね。まあそういうものは皆さん見えないかもしれないけども、やっぱりそういうちょっと、あれ、なんでここに向かって吠えたりしてるんだろうっていうことありますよね。そういう時っていうのは結構誰かが僕のことを見てたり、例えばまあこういうね、僕動画を作ったりしてるので、アキラさんってどんな人なんだろうとか、どんな暮らししてんだろうとか、いうふうに思うんじゃないですか。そういうものがやっぱり飛んできたりするわけなんですよね。で、そういうものは別に害を与えようとしてるわけではないので、嫌な思いとかじゃないんですけども、やっぱりこう、バーっとこう、家の中に飛んできたりとかしてて、まあそれに反応してしまうペットがいるっていうことなんですね。はい。まあこういう時はまあ、もし嫌だったりしたら、その場の浄化をしたりとかっていうのをするといいかもしれないですね。はい。そして3つ目はですね、急にうまくいかないことが続くってことです。まあ、こういうものが、なんか今まで全然問題なかったのに、なんか急にこうバーンと悪くなって、それが続くっていうことがあるじゃないですか、状態が。そういう時っていうのは結構ね、そういう生き量、誰か、こう、競争相手とか、なんかちょっと自分のなんかしてしまった人っていう人の思いが飛んできててですね、まあ、邪魔をしてるっていうこともあり得るわけなんですね。まあ、こういう先ほども言ったみたいに恋愛っていうのが多いと思うんですよ。もうお前なんか絶対な恋愛うまくせいかんとなんか不幸せになってまえとか言ってその別れた時にね相手が思ったりすると結構その思いが自分にまとわりついてその後の恋愛も邪魔したりするっていうことがあるんですね。はい。まあですからまあこういう時っていうのはその自分にどういうまあ生き量がね飛んできてるのかっていうのがもう本当はわかるといいんですけどももしそれがわからなければその浄化をするとかまあ例えば神社に行くっていうことでもいいのでね、そういうものでこう体を清めするっていう意識を持ったりするといいかもしれない。でまたそれであなんかやっぱり変わった良くなったなっていうようなね感じをよくちょっと観察しておくといいということなんですね。まあこういうふうにですね、まあ浄化生き量が来てるなって分かったとします。そうするとやっぱり皆さん怖いですよ。まあそんなに怖がる必要はないんですけどね。でもやっぱりこう何かこう自分に影響を与えたりするわけです。ですからまあそれをどうするかっていうと、いろいろ方法はあるので、まあいろいろ調べていただくといいんですけどね。あと自分に合ってるものっていうものもあるので、僕の場合は、なんか今こういうなんか嫌な人の思いが飛んできてるなぁと思うとですね、大体ね、僕は神様にね、すいません。今ちょっと今嫌なものが来てるんですけど、これいらないので、ご本人にお返しくださいって言って、ちょっと念運、強い念でね、送り返したりすることをします。そうするとね、僕は結構楽になったりするんですよね。あとこう自分のバリアを強くするっていうような感じもできるので、やっていただければいいかなと思います。まあね、こういうね、生き量っていうのは来たものも怖いんですけども、実は知らず知らずのうちに自分も飛ばしてたりするわけなんですよ。で、それもあんまり良くないのね。だって、生き量でバーってこう悪いもの飛ばしちゃったりすると、やっぱりその相手にも悪いものが起こる可能性もあるし、あとそのカルマとしてですね、自分に返ってきたりすることもあるわけなんです。だから、もういいことないわけね。だから、こうなんか、うわ、こいつとか、お前なんかどの子やなとかつって、こういうふうに強くすごく思ってしまった時っていうのは、その自分に返ってくる可能性もあるので、あ、今飛ばしちゃったなと思ったら、今のなしなしごめんなさいっていうような感じでね、もうその場で終わらせてしまうっていうことが本当はできるといいんです。ね、だからそういうふうにやっちゃうと自分に返ってくるかもしれない。しかももう来てるものがあったり、しかもね、来てるものって、自分が悪いとかではなくって、飛ばしてきた人の考え方が基本なわけなんですよ。だから自分は別に悪くなくても、相手が僕のこと大嫌いだったりして、こっち来ちゃおうと思ってたりすると、もうそれだけで飛んできたりするのね。はい。ですからまあそういう時は僕みたいに、神様これいらないので本人にお返しください、みたいな感じでお話をされるといいかもしれないですね。ぜひ試してみてください。この番組ではこのようにスピリチュアルとか、芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白かったら、ぜひ、ラブ注入って下に書いてください。まあまあやったなと思ったら、いいねボタンをそっと押してください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ラブ注入！届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。